い、頑張るよ、はい、頑張るよ、はい、ここしかはけ口ないから。え、はげ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 、これよく聞こえなくてね。こうなって、さっきの不巻きなんて。はい、そしたら、稽古が8時になりますので、スタートしたいと思います。本日もゾロの、サタライ、ご来場くださいました誠にありがとうございます。ゾロ本人に成り代わり一段高いところではございますが、こちらにて挨拶させていただきたいと思います。トップバッター務めさせていただきます、私中年こと西島秀と申します。しばらくの間お付き合いよろしくお願いいたします。はい、初めに、お断りいたしております。私オリジナルばっかりで通させていただきます。これから約30分間皆様の知らない曲が、皆様のお耳元に届くことになるかと思います。どうぞご遠慮なく今のうちに、お飲み物をどんどんオーダーしていただ くなり、お食事を済まされるなり、あ、そうそうそう、大事なことでございます。もし催された方、ここ正私の正面ですね、ずっと奥いていただきましたら、あのおトイレございますので、一応男子用女子用分かれております。あのわざと間違わないように注意してください。わかりましたね、そこのお二人。はい、わかりました、はい、はい、返事はええねんけどな。よく言われます、ね、はい。実はね、ちょっと私久しぶりでございます。先月ちょっとあの、ね、あのレギュラーと言いながらちょっとお休みいただきましてね、実はギターもあまり触ってないんです。もうどうしよう、何触ってたんですか、何触ってたんですか。まあその話は多いよ。今日は歌のライブでございます。歌からいきたいと思います。トライナイシティ街は色めきながら、やがて夜に模様を変えて、トライナイシティ優しい
あの梅雨ではございますが、なんか天気良かったりね、まあここ昨日からちょっとね雨降ったりで、なんかあの気温もですね、なんかすっごい暑かったなと思ったり、なんか今日見た昨日今日なんかもうね雨です、夜寒ぶとかいうような感じで、もうなんかね、あのまだこう見えて、54でね、もう50過ぎてるんですよ。いやいや、もうね、あもう年を取るのもなんかあっという間でございまして、ね、いつまでも若々しいね、あの美香さんやね、あのね美香さんや、ね、梅ちゃんやね、あのこれみんな言うていかんだな、この人たち。いや、やめとこう。途中で歯が浮きそうになったりなんかして、まあまあ季節柄と言いましょうか、ちょっと恋愛ドラマを、オリジナルでございます、蛍という感じでございます。まあこんな気持ち思い出していただけたら、純粋な頃のね、純粋な頃の言うと怒られるな、そこの二人な、はい、気持ちを、まあ、ゾロさんももちろんのことなので、思い出していただいて、聞いていただければ無理を押し切ってまでもあなたを誘い出したのは、今日逃せばもう二度と会えないような気がして、風が湿り気を帯びて言葉を重くさせたのは、あなたの言葉怯えてる私の涙のせいね。川のほとり車を止め、あなたは言葉を探した。助手席から見るあなたの瞳隠す前髪、星窓の外は頼りない光、あなたを映した。最近急に増えたのは、単に仕事のせいだよと笑い飛ばして欲しくて、闇に揺らめく光にあなたが気づいたその時、私の右手包み込むあなたの指の優しさ、闇の中を泳ぐホタル、二人の隙間も紡いで、ときめきから安らぎへと、そして今は不安ばかり、私の胸締め見られた方、最近ってまだ今年に入ってあれなんですけども、ここ数年でホタル見られた方おられます？実は見られました。お一人ですか？いや寂しいな、それも失礼失礼失礼、ね、あの何人で見ようがね、別に10人で見ようが、ね、2人で見ようがね、それはそれでいいとは思うんですよ、あの、ね、心が許されるならば心がっていうのかしら、なんかな、ホタル二人で見てみたいな。行きますか？
3人で男ばっかり、はい、男ばっかり、はい、年こいた50代の男3人で、いやいやな、それもなでも思い返せばあれやな、蛍ゆっくり見た、なんか、おお蛍やって感動してたって20代の男を5人ぐらいで歌うときかな。なんか悲しい思いしかないな。歌いとこ。待ち合わせのターミナル駅の一番のホームへ続くエスカレーター、駆け足で駆け上る君を見つけた。眩しい夏の日差し、あたり散りばめて、君のふるさとまでの初めての小旅行、初詣の帰り初めて君の寝顔見た時も、満開の桜に見とれて君に腕を詰められた後も、僕の隣の窓側の席は君の指定席。初めて見る君のご両親、君を育てた街並み、海の香り漂わせ、暖かく僕を包んだ。今度来る時には君のその寂しげな左手の薬指、指輪で包んであげる。電車の窓から二人で輝くに見た時も、桜色のパールの髪飾り、君の髪に添えた時も、僕の隣の窓側の席は君の指定席。ずっとこれからも僕の隣は君の指定席。指定席という曲を聴いていただきました。ありがとう。ね、行きたいな、海海あの人と3人で行きましょう。何が男3人でもう出て、この下りはねえ、あんまり海か、ね、うたこさん、今年海に行く予定あります？うたこさん、南光の方、南光のカオリンさんはあります？ないです。ミカさんは4人で行きましょうか。さあ、あの2人ほっといて
もついていくよ。どこまで。そのきついな。きついな。まあね。海か。でも海ってまあね、水着姿もなってないし、あれなんけど、とにかく海を見てるだけでほっとしませんね。海見るのいいですね。ねえ、なんかあの波の音とね。いいな。昔ねバイク乗ってたんですよ、ね、バイク乗ってこう 海まで見にほんま海見にだけ伊勢の方ね、あのあの離岬っていうのがあるんですけど、その近く親戚があって、でそこまで一人バイクで行くんですよ。ようやく CC 乗って、うん、であの 海の横にね防波堤っていうんですか、そこら辺で車あのバイクギュッとこう止めてね、ゴン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 ってこうシルトとかしてくれて、ゴンゴンゴンでこうエンジンをアイドリングしながらサイドスタンドカッと立てて、ヘルメットフルフェイスですから、まあ僕メガネしてメガネをこう外してフルフェイス取って、でこうミラーのところにフッとかけてね、大物にポケットからタバコを一本出して、フッフッフッ、うん、これが絶対絵になるなと思いながら絶対カメラはこの辺からこう回ってるとかね、当時、10代の頃思っておりました。寂しい。こんな話で、ねね、女の子と一緒に見に行ったって覚えがないんです私。ね、ぜひともね、美しい女性の方と一緒に一度見に行きたいなと心に思いながら、私なりの海の物語を歌にしました。聞いてください。うまいなやでな。握るハンドルに弾かれる銀の玉、左手に持った最後の千円札、ここの始まりは両替のつもり、立ち寄ったのがそもそもの間違い、最後に出てきたスペシャルリーチは約束通りの一つずれ、隣の席ではノーマルI'm not afraid to die.
のという曲でございました。素晴らしい。何が？お気味ってことですか？お気味ですよ。ね、踏み間シーソーでございます。踏み間で。ね、妻の誇る顔という今コメントでありました。実はね、あの先月私お休みさせていただいたね、あの実はあの息子と娘が、はい、ちょっとコロナに感染いたしましたね。そうなんですよ。でちょっと、うん、あの、うん、まあもう今無事に社会復帰はしてるんですが、あのそれでちょっと自宅待機ということでね、家族全員自宅待機でございます。そうなんですよ。何が辛いって嫁さんもずっとおるんですよ。もうなんかもう顔を合わさないように極力しておりましたがね、あの本当に気遣います。あの嫁はね、あのまま、あの仕事場の関係でリモートの会議とかいうのがあって、パソコンの前で会議するんですよ。で私はその間一生懸命ご飯作ったり洗濯をしたりするんですけども、あの会議してるからってね、洗濯物をちょっとなんかしに行くときにこうあの画面の映らんようにしたほふく前進で歩いたりなんかしながらね、そんな苦労しておりましたね。あのまあまあ、あの人によってはいいかもしれないですがね、あのいやそんなようじゃあいい経験をさせていただいたローリングスだってね、夫婦であの過ごせる時間があったということで、というふうに、あのじゃあこれ YouTube 流れんでやったっけ。どうしましょう。どっちか決めて、流す流さへん。じゃあカットして流します。はい、ありがとう。なんかなんかあのね、今日は明日父の日ということでね、今日実はね、服ねプレゼントするわって言うて言うてくれて、今日着てこうかと思ったんですけども、それは来月の楽しみにといういい夫婦でございます。いい時間を過ごさせていただきましたね。ありがとうございました。ということで最後は夫婦の歌で終わりたいと思います。はい、忘れてた。いつものことじゃないですか。ではでは、フォトグラフで採用させていただきたいと思います。ありがとうございました。中年こと西島秀でございました。今日ねあなたと私の宝物があるんだ。それぞれの幸せへと巣立って行きました。見慣れた玄関を開けて下駄箱覗けばいつもあったあの子の靴どこにも見当たらなくて、家族の声が響き渡るようにと手に入れたこの家の中が不思議なくらいものともせずに静かに時が流れ、今夜からあなたと二人きりね。今夜あなたと二人でお祝いのためにあなたの好きなドイツワイン用意していたの。笑顔の似合うあの子の涙を誘ったのはお兄さんがあの子にくれた一枚のフォトグラフ。幼稚園の入園式の帰り疲れて眠ったあの子を送ったあなたの笑顔が桜の花びらの中
よかったと思う。終了、続きましてはリッツさんです。よろしくお願いいたします。